はい、どうもこんにちは、ハンドです。今日ご紹介するのはエポック社の、モンスターパニックというゲームです。皆さん知ってますかね。これエポック社の名作、ゲームですけどもね、 LSD ゲームっていうんですかね。まあゲームボーイとか全然出る前の液晶のゲームなんですけど、当時ねこれ大好きで、あれ消えちゃった。当時ね僕が持っていたわけではないんですけど、友達が持ってまして、よくねその友達にプレイさせてもらってました。で、ね、BGM とか、BGM っていうかまあ音楽とかねなるんですけど、そういった音楽の細かいニュアンスまでね、俺の脳裏にこびりついててはっきり覚えてました。今回ね40年ぶりぐらいにプレイした、35年ぶりぐらいかな、プレイしてみたんですけど、当時の興奮そのままというかね、すごい楽しくプレイできました。ちょっとじゃあゲームオーバーまでねちょっと遊んでみましょうか。リセットかかっちゃいました。ちょっとね電池の接触も良くないし、どっか他の接触もあまり良くないみたいですね。プレイしてたらリセットかかっちゃった。まあしょうがないですね。
モンスターパニック、ちょっと熱くなりすぎるとリセットかかっちゃうようです。はい、懐かしんでいただけたら何よりです。他にもね、こういった液晶ゲーム、LSD ゲームとかね、こういったもの、皆さんのね、思い出に残ってるものをコメントに残していただければと思います。おすすめのものがありましたらね、教えてください。お値段によってはね、買って遊んでみようと思います。ではでは、さようなら。